ちゃ、こんにちは。はい、はい、ゆたかさん、ちょっとびっくりなニュースが入ってきましたけど、ちいちゃんびっくりするでしょう。いやいや、なんかさ、いや、びっくりするでしょう。もちろんしますよ。いや、俺は WBC キューバ代表ということだから、何かあるかなっていう、国際試合の後は。ただね、ああ、ただ、ゆたかさんもびっくりしますでしょ。いやいや、びっくりするよ、内容が。いや、この時期だけにな。この時期っていうのもあるし、うん、今もう出てますけど、うん、まあ中日衝撃ね、大ピンチになるよ本当に。中日はロドリゲス投手って、うん、ジャリエルね、ロドリゲス、ロドリゲス投手っていうのは、うん、その上にも書いてますけど、最優秀中継ぎ投手にもなるような大活躍の選手じゃないですか。いや、もう、うん、中日は8回9回まで勝ってればもう、絶対大丈夫っていうようなね、そのぐらい安定したピッチャーなわけよ。で、まあ中日では中継ぎをやってて、でもスタミナとかいろんなことを考えると先発もできるんだよね。で、先発の評価がすごく高くて、はい、キューバ代表でも今回の WBC で2試合先発してるんだよね。ねえ、このキューバの時も先発ピッチャーでやってたんだけど、まあだけどこう立浪監督が中に入れて8回を任せるというね、うんうん、まあそういうピッチャーが、まあ亡命か、こういうね、亡命のニュースっていうのはたまに耳にしますけど、これね、珍しいことじゃないんだよね国際試合が終わった後っていうのはさ、今回の WBC の後もキューバのブルペン捕手をしてた人がっていう話はね、あったと思うんですけど、うん、このちょっと遅れたこのタイミングで、しかも、うん、もう開幕直前っていう時の契約破棄で、うん、まあ契約破棄するしかないもんね。メジャーに行くのかっていうような話が出てきましたけど、うん、こんなことあるのかって、こういう風になってるからあるんでしょうけど、いや、もうドミニカにいるらしいしね、うん、でドミニカに家を借りなきゃ一旦いけないとか、うん、まあ、そういうことをエージェントが全部もう手配するんだよね、うん、で5年総額65億だっけなんていう話が出てますよね、まあ、契約視野にっていうことで。だからもうそういう話を聞くとさ、やっぱ金のなる気なんだよね、エージェントとすれば、うん、だからキューバの亡命ってね、どういうことかというと、もう家族にペナルティは全くないんだよね。まあそれで家族と外で会ったりとかも、まあ何年かするとこのロドリゲスもキューバに帰ったりとかできるんだよね。だから非常に緩いんだよ、はい、だからやりやすいっちゃやりやすいんだよね。なんかもう どういうまあね、ずっと水面下で話があったんでしょうけど、うん、これはちょっとなんていうのかな、いや、中日としたら、してはなんかさ非常に失礼な話でさ、とんでもない話ですよね。いや、それでね、うん、このピッチャーがいるいないで順位が少し変わってくる可能性があるんだよね。もちろんそうですよね。豊さんたち解説者の皆さんも予想したりねしてる中に、必ず中日の戦力として考えてるわけですよね。いや、絶対頭にあるよ。それで今年の俺の順位予想は最下位だけど、うん、来年につながるかなっていうふうに思ったりとかもしてたのね、うん、中日 OB とかさ、うん、その順位予想を見ると、うん、まあこれ忖度も多少入ってるかもわからないけども、はい、やっぱこう A クラスに入れてる人っていうのは多いんだよね、うん、でもちょっと打てばそのぐらいの力はあるわけよ、うん、ただ打っても、うん、打ったらっていう前提のもとで話すとさ、はい、やっぱピッチャーがいいっていうことだよね、逆に言えば、うん、その絶対7、8、9っていうのが、まあ、野球の肝で、この8回にこのピッチャーがいなくなるっていうのは、まあ本当に衝撃だよね。必ず、まあ、立浪監督はじめ皆さん勝つためにはっていう中に必ず入っていた選手だと思うので。いや、それもちろん。いや、それとね、うん、オープン戦もそんな試してないと思うよ。8回はロドリゲスがいるから、うん、だから、まあ、この2人はもう決定なみたいな感じで言ってたと思うんだけども、うん、突然いなくなるっていうとさ、やっぱ一人ここに作らなきゃいけないというね、うん、ことを考えると非常に大きな亡命になるし、この時期だから開幕直前でしょ。直前も直前でね、今日来日する予定だったんだよね、WBC を終わって、はい、一旦キューバに帰り、はい、それからこっちに来る予定だったんだけども、はい、まあドミニカだっけ、ね、にいるっていうようなことだよね、はい、うん、だからまあたださ、
この彼の人生だから野球人生、うん、まあそれで、まあ、キューバからメジャーに行くっていうことは叶わないから、まあ一旦日本を経由して亡命をする、まあ、うん、WBC 国際試合の時になんていうの、いろんな国に行ってみたいな、まあそこで接触が可能になるとか、うん、まあ話ができるようになるとか、そういう風になってくるとさ、なんかもうしょうがないような気もするけどね、うん、人生のプランの中でのそのタイミングがこう好機というかチャンスっていうような捉え方っていうことですよね、うん、まあそうだよね、だからそこを逃すとやっぱ何もなんかこう証が残らないというか、記録は残っても、うん、やっぱお金で65億もらったら5年でね、もう何もしなくていいっていうぐらいのお金が手に入るという、うん、それはやっぱ魅力的だよね、うん、あのメジャーってね。しかしこれがただ中日がかわいそうだよ、あまりにも。そうですよ、うん、この今回の件がもうこう出たということは、うん、今後も懸念されるっていうことはありますよね。もうね、ずっとそうなのよ。だけどこの、いや、このタイミングのこの選手がしてしまうと、うん、なんかこうね、今後 WBC にキューバ代表が参加するのも危ういんじゃないかっていうような声が聞こえてきたり、いやもうね、いろんな波紋があると思うんですけど、うん、あの国際試合がね、うん、終わるたんびにね、誰かしら亡命してるわけ、うん、でそうなってくるとやっぱキューバ野球も大打撃 だろうと思うしね、うん、まあ、そうなってくるともう国際試合にも参加しないっていう風になりかねないよね、本当にね。またでもそうなってくると、うん、何って思うキューバの選手もいるんでしょうし、なんか難しい。いやまあまあそうだね。いやまあでもね、ですけど国内だけでやってたとしても、うん、なんかの形でパッとこう引き抜かれるっていう可能性もあるしね、まあ、これはね、まあ、やっぱこう止められないよね、まあ、で日本でやってたりだとか、いろいろこうキューバが公認でね来てるのはやっぱ国にお金を納めたりだとか自分に残るお金っていうのは少ないっていうふうにちょっと聞いてるんだよね、そういう意味ではすごく魅力的な MLB に、ね、亡命するというのはほらもう仕方ないかなとか思うけどね。ただ中日はこれからどうすんだって、うん、大ピンチ。それともう一人、はいはい、田中美希也、あ、中日ね、中日あのルーキーのね、はいはい、これはね評価としたら、うん、守備の評価としたら、うん、菊池に匹敵するよ。いや豊さんもうドラフトの時から注目選手で挙げていて、そうそうそう、あのねちょっとあの、うん、難病を患って、そうだ ね、 ね、体はそんな大きくないですけど、大きくないけどね、まあ、はい、体力が心配だって言われてたんだけども、うん、肩の脱臼で手術っていうことをもうするっていうね、うん、で今シーズンはちょっと無理だろうとね、試合も出てましたもんね、まあ、そうそう、で菊池に匹敵するやっぱこう守備を誇っててね、うん、バッティングもすごくしぶといし、うん、野球巧者なんだよね。なるほど。でね、やっとね立浪の野球を理解し、立浪がやりたい野球ができる人が入ってきたと思ってたんだよね、うん、はい、まあそれだけに非常に大きいよこの離脱はね、まあルーキーだから、うん、まあ例えばどのぐらいの数字を残せるとか、うん、残せないっていうのは分からないけどもさ、はい、あれだけこうのなんか体のキレがよく、うん、献身的にチームに貢献していく選手っていうのは結構珍しいタイプだからね、小さくて、うん、ね、うん、こう今回こう肩、右肩の脱臼っていうことも、これは手術以外こう癖みたいになってるっていうことなんですかね、うんうん、まあ、まあそうだよね、うん、だから今年1年の経験をさせてね、うん、やっぱ中日自体も若手が増えてきたし、うん、まあ、ファームによると石川のバッティングの状態ってやっぱ素晴らしいって言うんだよね、うん、でそうなってくるとやっぱ今年経験させたものが、うん、中日は来年花咲くと思ってたのよ。それにはやっぱり二遊間をしっかり固定をしなきゃいけない、ね、まあ、例えば田中がセカンド、はい、リュークがショートでもいい、うんうんうん、でそういう人たちを育て上げて、まあ、石川昂弥だとか、うん、なんていうの、まあ、高橋周平だとか、はい、そういった人間、栗林とかね、そういうことで戦える集団に来年はなるなと思ってたんだけど、はい、でも田中の離脱はやっぱり痛いな。立浪も大好きな選手だと思うよこの選手は。もう大好きな選手なだけにね、これからの野球人生考えるともうここでっていう、いや無理はさせられないしさ、ね、決断しかなかったんでしょうけど、うん、だから2つの大ピンチだよね。もうなかなかちょっと中日チームのメンバーをね、うん、いろいろ入れ替わりがあったり、昨シーズンから大変ですけど、ね、うん、これをなんとかね、まあ、乗り越えて、まあたださ中日はさ、うん、
あのキューバの選手って多いんだよね。いやなんかもうそれもね、やっぱ中日とのキューバとの関係性が良かっただけにっていうことも出てるのでね。でマルティネスもいるわけよ。そうなってくるとこっちがあれだけのお金でね亡命したっていう風になってくると、いや それですよ、さっきも話してたね。なあ、うん、だからこうそういうことがねちょっと今後心配されますね、うん、そうだな、うん、だからまあ中日はね、うん、まあ、どう頑張っていくか、うん、まあ、見届けたいとは思うけども、そうです、ね、やっぱ開幕前にちょっとしらけるような、うん、いやいやそういう行動だったね。いや本当にだからまあ今後ね、中日そのロドリゲス選手の穴をね、うん、どのように埋めていくのかっていうところなんかも、うん、まあ 注目だよね、注目してね、そこを誰が行くのかなっていうところで、うん、まあ、ね、まあ、へこたれないで、うん、もう頑張ってほしいよね。でも本当そうですね。はい、はい。